湘南歯科クリニック新宿院の前田です。はい、今日ですね、歯のテトラサイクリン歯についてですね、説明していきたいと思います。こちらの写真をちょっと見てください。はい、はい、こちらですね、テトラサイクリン歯といって、幼少期にですね、テトラサイクリン系の、抗生物質ですね、抗生剤を服用することによって、永久歯が変色してしまったり、またはですね、帯状のこうバンドのようなものがね、模様ができてしまうのをテトラサイクリン歯と言うんですが、この方の場合ですね、かなり色が濃いんですね。で、ホワイトニング治療でも色が白くすることも可能は可能なんですが、少しムラが出てしまったりとか、理想の白さに近づかないことがあるため、セラミックでの、ね、治療をお勧めしました。で、こちらを見てください。これは術後の写真になるんですけども、上の歯がですね、4番目から4番目の8本で、下も同じように4番目から4番目の8本ですね、合計16本をセラミックで置き換えています。で、もう一度ちょっと引いていただくと、はい、この方の場合ですね、セラミック治療をしていくにあたって、真ん中の前歯ですね、ここの隙間がまず気になるところと、こちらですね、右下の4番目、古くなったかぶせ物のこちらの変色もですね、変えていったので、16本で、ね、お口元の印象を大きく変えることができました。先ほどのお客様なんですけども、歯の元々の色がですね、ちょっと見ていただいていいですか。この C の4って書いてある、かなり色が濃いんですね。で、日本人の平均の色を持ってみてもですね、だいたい A の3ぐらい、色が濃くても3ぐらいですね。それに比べると色が濃いんですが、セラミックでこちらですね、 NW0.5 っていうこのぐらいの白さで、作ってるので、かなりのお口元の印象は明るくなりました。まず下の歯ですね、真ん中の隙間ですね、そしてあと微妙にですね、両サイドもちょっと隙間が空いているのと、先ほどお伝えしたかぶせ物の変色ですね、こちらちょっと金属が使われているので、この辺りも全部、取りました。で、ここを見ていただくと、はい、歯の幅や歯の縦と横の長さですね、この統一感を出して、歯先にね、しっかりと透明感を持たせて、自然の歯のような感じで、白く美しくすることができました。次ですね、上の写真なんですけども、先ほどお伝えした、真ん中 の、 あの歯の隙間ですね、それと両サイドの、前歯が粘点といって、ちょっと内側にこれねじれているところも、歯並びを整えています。あとはですね、実際にこの歯茎の上の部分ですね、少し、赤く炎症が起きているところも改善されて、術後ですね、はい、歯の隙間、そして歯並び、色、形ですね、すべて、美しく統一感を持たすことができました。はい、はい、まあ、この方のようにですね、歯の変色ですね、あとはまあ同じように歯の歯並び、そして形や色ですね、気になる方は、湘南歯科クリニック新宿院まで、ご相談ください。お待ちしてます。